本日は奈良県橿原市にある増田の岩船を見に橿原神宮周辺を散策してきました。増田の岩船は奈良県の指定史跡に指定されており、亀石や主戦石などと並ぶ飛鳥を代表する石造物で、その中でも最大のものとなります。誰が何のために作ったのか、謎めいた部分がたくさんあり、異次元の大きさは見物で、ミステリアスな雰囲気を体感できます。飛鳥方面へお越しの際は散策スポットとしておすすめします。サブノリマンユウキはい、おはようございます今日は橿原市にある増田の岩船の方に行こうかと思っております。でももうあれの手前でしょ。そやな、もうそこやろな。あ、だからこれブーンとあっちへ回ってくる、あっちの方。これね、天気がいい日は学園前の高台から、この辺の山が結構見えるんですよ。これ何山やろな、金剛山。でもそんな、桂木山、金剛山、あと何やったっけ、耳なし山、関係ないか。関係ないねはい、今はようやく橿原市の方に着きました。します。あ、やっぱりここはいつも混むんですよね、橿原のインターを見たところ。そうですね、ここは橿原高田というところですね。はい、これで24号線をそれて坊城という方向へ向かっております。およそ 300m 先、東坊城を左方向。もう割と近くまで来てるはずなんですけども、駐車場とかがあるんやろかな。ここを右へ曲がります。右方向です。やんな、そう、これやな、白樫北小学校。およそ1キロ先、目的地周辺です。いやー、暑いですね。まだ午前中ですけど、かなり気温が上がっております。ここはですね、白樫町8丁目、ですね。ここからもうすぐ行ったところで、上り口があると思うので、もう歩いてすぐのところだとは思いますが、そう行ってきます。これが岩船ちゃいますか。あ、そうちゃう。これやな、ほら、なにこれ。ここやな、どうやらこっから上がるみたいです。あー、暑いな。あ、虫除けとか持ってくればいいんか。ここに駐車場があるけど入れないでしょ。入れないな。駐車場が一応ないんで、だいぶ遠くに止めて歩いてきております。お、ウサギがお出迎えですね。ここウサギ何の関係があるんだろう。ゾウもいますほんまや。史跡岩船、奈良盆地の南辺、南辺、南辺に位置する越岡山塊の、これがですね、ちょっと漢字がもう普段読み慣れないので、ちょっと読むことはできないんですが、またお調べください。あ、ありがたい。おお、結構なところですね。見えました。これはごっついな。
大きさがいまいち分かりづらいよな。めちゃくちゃごつい。虫もすごい。これでサイズ感分かるかな。ヘビはええやろ。ほらヘビ進行があってんの。どこ？おらんでも。これはごっついわ。この下半分が掘ったんやろこれ。声でかいけど。一応パワーもらっときます。いやもうそう言われたら登らざるを得ないか。この上に回ると上も石の岩の上も穴が開いてるんですね。綺麗に掘られてる、綺麗に掘られてる感じがあります。見えるかな。なんせごつい。ほら 何に使おうとしとったんかな。調べてる？知らん。いやでもなんかこれここに石碑をなんかゴンと、あ上からね、うん、入れてたんじゃないかという説は聞いたことがある。でこれは実は何かでちょっと失敗してしまったものを放置したしている可能性も仮説として。これじゃあどっかから持ってきたんかな。いやここに置いあったやつを使おうと思って掘っていったけどちょっと失敗してしまった。あすごいなこれは。とりあえずここちょっと蛇がいるので、この模様もね、これ何のための模様か、何をしようとした模様なのか。蛇気をつけてください。いやってるんかい。増田の岩船見てきました。あ暑かった、とりあえずね暑くて大きかったということで、次ちょっとあの古墳かなんか見に行こうかなと思っております。ちょうど今ですね11時29分もうお昼前ということなんで、今からちょっとランチをいただきに行こうかなと思っております。今は橿原神宮の方に向かっております。筋肉筋肉すごいな。まっちゃんここ行きます。ホルモン焼き焼肉のまっちゃん、このお店は本当に美味しかった。今回頼んだのは定食だったんですけども、大盛りにしました。大盛りと言いますのは、お肉が 1.5 倍、それとサービスでおかわりが1回まで自由ということなので、ご飯のおかわりもしまして、お昼から結構食べましてですね、お腹いっぱいになりました。割と定食で880円、大盛りにしましてプラス100円で980円でお腹いっぱい食べることができましたので、このお店はぜひおすすめです。もう一度行ってみたいお店ではありますので、皆様もこちら方面に来られた際はぜひ一度行かれてみてはいかがでしょうか。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。